長旅は、李氏朝鮮の文心。生陸臣の一人。字は、朱沖名、号は、両慶忍者。高僧天書、長越の孫、司牧寺長、長安の息子。本願は、南安長氏。元州式寺武山の三考大名案1420年に、京昌南道南安軍で生まれた。1453年に、聖金官紳士試験に合格し、 名望が高かった。その後、聖金官に入学し、学問研究をした。1455年、清祖が、おいの丹州を廃位して即位した。長旅は、丹州に対する忠義を貫き、大井三奪者に使えずとして、官職を捨てて、国境みな安軍に隠居した。1456年に、丹州が、関本土年越に流罪となると、折々に、 霊越を訪問して、丹州の安否を気遣い、元空の観覧邸に四縮して、元空、李州徹らと国事を論じながら幼い丹州の安全を祈った。後に、元州の木地竹山に登り、二度と観測に出ないことを、固く誓って木地竹山頂上に元空、李州徹と名を刻んだ。1457年、金城大君と、 りはじめ金などが短州福井を図って失敗し、短州は虐殺刑にされた。長旅は長門に行こうとし、ネイエツ星霊裏の前に至った者の船がなく、同国した。この時トラが現れて、彼を背に追って、ネイエツ上がりへを渡ったという。その後、短州王の魂を、甲州あずまつるじで弔った後、皆安軍に帰り、随山に隠居した。人々は、 彼がいる随山を白宿山と呼んだ。短州放御後、三年間も服を着て三年を過ごし、以後読書と釣りで歳月を過ごして、1489年に70歳で、世を去った。清楚は何回も館に召し出そうとしたが、長旅は最後まで断って出なかった。諸人に落とされた短州が、1698年に王として福井、されると、 リブ三藩の位を追造された。1703年に、継承同住性格そもそも都市などが上層を行い、正三門、牧法年ら私陸神の礼に倣って、生陸神の長旅なども、指導を立てて最強するように朝廷に建議し、1706年に、より石田、白衣山の神奈安軍に指導を立てて、金次州、李武支線、元空、南高春、 聖子と武器と共に祀られた。指導は後に西山書院と名付けられた。1781年にリブ藩書剣道、友吉金富士五栄と夫婦下に数をされた。死亡は定説。著書に子孫である蝶筆舎が整理した両慶衆がある。 a b c d e h t t p h a m a n c h o y s j p o l y c h i l a n d g r 1 m e n u 2 h t m ありがとうございます。